んで撮れた。荷物がすごくてもうね車に乗らないの。そこ回しとく。あ、そうそうか。これをね撮りました。見てください。アスパラちょっと王子引いて引いて。ん、何を。あ、そこ。こう、うん、こんなん撮りました。車に乗らないです。どこに置けばいいか分かんないからここ刺そうか。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。刺た刺た。これこんな感じです。じゃあね、ゲンガーもいるし、うん、これだいぶやばいやつじゃない。このままじゃあ運転して王子を駅まで送り届けます。はい、王子駅。よし、じゃあ行きますね、うん、ドライブモード発進。よっしゃ。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。発進。よっしゃ、帰るぞ。今日もいい、いい夕暮れですね、うん、楽しかったな。よかったね。やっぱりこのさ、あの季節的にも暑くも寒くもない時期に、あのこういう日の手となる時にパッて開けていいね。パッて開けて走るのいいね。やっぱり冷戦は楽しいな。バイビス、バイバイ。イフ、あ、そうです。アスパラが木とアスパラって感じでいい感じじゃないでしょうか。どういうことでしょうか。そびえ立っているよ。そびえ立ってる。およそ 1.5km 先左方向です。わかりました。いろんな意味のピーがありすぎてちょっとね。そうそう、音あ変えたらいいんじゃない。めっちゃ嬉しい時はピッみたいな。ありがとう。あ、この時はそうそう、ベ絶対そうするべき。うまいな、うん、そうじゃないとさ、うん、同じどっち、どういう、どのプーだよみたいな。そうそうそう、温度感が分からへん、うん、やっぱりな、顔見て話しよったら分かるけど、メールやったら、あ、今のピーもね分からへんし、うん、イレンカイヤみたいな感じかな。イレンカイヤなのかな。これどこに提案したらいいんやろね。大発明かもしれん、もしかしたら。音ピの音さ、真ん中ボタン1個やけどさ、ほら3つぐらい、ね、うん、そうそう、ね、あったら分けるべき。ちょっと私分けるべき、分けるべき、うん、確かに。でもすっごい怒っとう時も、うん、怒ってますって言いづらいから真ん中のピ押しそうじゃない、うん。うん、でもめっちゃいいピがあればもっとなんか、うん、ね、いい方のピがあればね。そう、連打してしまうな。ありがとう、ありがとう。でもそうしたらこの世が騒音だらけになるか、うん、難しいな世の中。ちょうどが分からんな。チュンチュン。これさ、鳥の糞降ってきたら終わるな。終わるな、むき出しやからな、うん。なんかそのオープンカーあるあるみたいなのをさ、うん、ちょっと知りたいよね。知りたい、うん、なんか教えてほしい。教えてほしいよ、うん、なんか気をつけることとか、ね、うん、そう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 、なんかある、オープンカーしててよく分からへんの、そのどのボタンを押したらいいか、うん、あ、メカみたいやから。そうやんな、うん、トランスフォームやもんな。そう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 、一種。あとなんか、あとなんか目立つ、いい意味で目立つから、ああ、そうだ、駐車場のどこに置いとっても分かる。うん、駐車場さ、なんかいっぱい車がありすぎて分からへんから、うん、ほんまに迷子になるし、どこ置いたっけってなるけど、赤かったらすぐ分かる。あそこや。やばい、こういうドライブ動画の時に 何の
何のリア充のリア充が喜ぶ話がわからないよ。どういう人がタイプなの？ってやつ。うん。そうそうそう。前さ、うん、なんか自己紹介みたいなして。うん。どこで？ツイッターで。はい。あ、したしたした。その時に質問があったで、ね。どういうタイプですか？確かに。あ、でも気になる。王女の性癖。性癖？性癖じゃないか。その時に書いたのは、ドーベルマンみたいな犬がいいです。あー、マジで？ドーベルマン好きだからさ。大きい犬好きやな。大きい犬大好きやから。ドーベルマンってめっちゃ頭いいんよ。あ、そうなん？あのね、自分でダイエットするの。え、マジで？びっくりするやろ。だって太ったのドーベルマンって見たことなくない？ないないない。なんでかっていうと、自分で食べる量と運動をしてるから管理してるの自分で。へぇー、そんなことできんの？私にもできないことが。人間にできないことをね、とやつはやりよる。なんてこった、見習おう、ドーベルマン。耳でかい、こんな。耳ちょっと立ってて、黒くて、シュッ。あ、わかんない。警察犬っぽいやつ。あ、そう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 。あ、なるほど。あの、ベートーベンみたいなやつかと思った。犬がタイプなんだって。犬タイプ。そうね。お座り。なるほどな。いいやん。確かに。それを服従する。犬がええね。犬か。犬を飼いたい。犬を飼いたい。犬を飼う感覚で。そういうことなんだな。なるほどね。ウルマンな。カジュアンは？人間であれば何でもいいや。人間であれば何でもいい。そうなん。うん。人間の形さえしていれば何でもいい。何でもいい。あ、でもロビとかショタは、うん、あれかも。大人の人間であればいい。なるほどね。うん、ショタはダメだ。3歳とかはあんまり。あ、そうだな。うん。3歳はな、ダメだな。そうやな。犯罪やもん。せやな、4歳もちょっとな。4歳もちょっとな。完全若い子と付き合ったら犯罪になるんやっけ。あの、よくないんじゃないの。タバコみたいなもん。教育によくないんだよ。そっか。分からん。逮捕されるのかな。そうなの。それって男の子でもなんかな。女の子だけ分からへん。謎。やっぱり動画向きの楽しい話がすべてなんかあの闇の話に全部シフトいくしていくのやめたい。しょうがねえな。やばい、それって犯罪。それって犯罪。やばい、ダメなことなの。本当や、闇になっていく。独特なネタが思い浮かばないや。爽やかな話か。もうすぐライブだね。11月5日は私たちのワンマンライブだね。はい。楽しみだね。定型文、定型文。いやー、楽しみ、ドキドキだね。あっという間だよ、あともうちょっとだし。人来るかな。ちょっと心配やけどね。心配心配。まあね、スカスカでも。うん、まあ全然スカスカでもね、一人でも来てくれるならね、本当に。一人のために歌い続けましょう。できない期間があったから、やっとできるので楽しみだね、純粋に。ぶち上げよう。ぶち上げましょう。でもぶち上げる人でもないんだよな、私。そうだね。そう。でもさ、またやっぱたまってた半年分の何か、うん、出るでしょ。何を出せばいいのかな。こう、なんか、殻を破るみたいな感じで。殻を破ればいいのか。殻を破っていけばいい。なるほど、わかった。この立ち破りましょう。11月5日用の服とかある、うん、ある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 。あ、でも楽しみ。人前では1回も着てないけど、写真では何回も撮っとるへやつ。楽しみだね。ね、楽しみ。やっぱね、衣装は高まるね。そうだね。でもうちらいつもさ、変わった服着てるからさ、うん、道歩いとってもなんか、うん、あら、ハロウィンなのみたいな。今の時期はね。そう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 。ハロウィンじゃないよ、私服だよ。私服だよ。そう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 。
およそ 300m 先、高田、左方向です。その先、右方向です。いろんな歌をね、あ、ちょっとどうぞ。すごい、これさ、オープンカーあるあるなんだけど、うん、そこに人がいてどうぞって言ったら肉声が届く。あ、わかるわかる、それはすごいと思う。確かに、うん、どうぞ。あ、どうぞどうぞ、ね、これめっちゃいいじゃん、全ての車に搭載すべきだからやっぱりね、コミュニケーションが何より。外マイクね、うん、あ、じゃあここで大丈夫かしら。はい、よし、よいしょ。じゃあ切る、うん、あ、じゃあ、うん、ここで王子がバイバイになります。ありがとうね、バイバイ、王子。またね、寂しいよ。また遊ぼうね、うん、後ろ撮れるんやんな、これって今。あ、ちょっと後ろ撮った、うん、オッケーオッケー。さて出る、うん、よこしょ。ほな、またね。はい、ありがとう、今送ってくれて。うん、とんでもない、大丈夫よ。はい、じゃあほな、またまた、バイバイ、いってらっしゃい。だいぶ怪しい人よな。だいぶ怪しいで、確かに。冒険始まる。